サシア・シュナイダーはドイツの画家、イラストレーター、彫刻家である。冒険小説家のカールマイの書籍の表紙絵を描いたことなどで知られる。ロシアのサンクトペテルブルクでドイツ人両親のもとに生まれた。父親は編集者、出版社主であった。11歳の時家族とスイスのチューリッヒに移り、父親が亡くなった後、ドレスデンに移り、ドレスデンで教育を受け。 1889年からドレスデンの美術学校で学んだ。1893年に卒業し1900年からマイセンにスタジオを開き装飾画なども描いた。世界冒険物語のシリーズで成功を収めていた冒険小説家のカール・マイト1903年に知り合い、マイはフェーゼンフェルト社から出版されていた全集の表紙絵をシュナイダーの象徴主義的な絵に変えて、 再刊することにした。1904年にバイマルの美術学校の教授に任じられた。広いスタジオを持ち、男性像の多くの彫刻を制作した。同性愛者で、この頃、画家のヘルムート・ヤーンと一緒に暮らしていたが、ヤーンから同性愛を公表すると脅迫され始めたので、同性愛が警報で罰せられるドイツを離れて、イタリアに移った。時々、ドイツに戻りながら、 フィレンチェで暮らした。第一次世界大戦が始まると、ドイツに戻り、ライプツヒ近郊などで暮らした。シフィノオイシし系の船旅の途中で死去した。ありがとうございます。